皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫、72になりましたね、はい。66歳の時に外国語大学へ行きまして、69歳で研究合格、それからこの動画を作り始めました。それでね、趣味といいますかボランティアでやってますので、いろんな企画やっておりますけど、全て無料でどなたでも自由に参加してくることができます。いろんなことをやってるのはこの下の概要欄に貼り付けてありますので、それをご覧くださいということで、メルマガ登録と動画登録していただきましたら、こちらからコードを送りますので、全てズームでやってますのでね、ズームの中へアクセスすることができるようになりますので、全てね、自由に無料でどなたでも参加できますということで、いつもの話なんですけど、そこから今日は何の話ということで、最近ね、非常に多くのこう新しい方が来られるようになりましたので、過去から何回も言ってるんですけど、なんで66歳で外国語大学行ってどんな状態だったのっていう話なんかをちょっとしてみたいと思います。で、その前にちょっと連絡なんですけどね、たくさんの方が登録されてきてメルマガ取られてるんですけども、メルマガ来ないよという方おられます。毎日出してますのでね、もし 2,3 日経ってもメルマガ届かないっていうようでしたら、ゴミ箱かまたは迷惑フィルターのとこを見てください。そしたら多分そこに入ってると思うんですよね。で、救出してやったら次からちゃんと届くということです。で、今までずっと届いてきたけど突然パタッと来なくなったというのもね、大抵の場合はゴミ箱か迷惑フィルターの中に入ってますので、救出してやってください。で、全然来ないと、ゴミ箱とかフィルター見ても入ってないと、要するにこれはもう入り口でこう弾かれてるっていうことですよね。その方の場合はね、もう再登録しか方法がありません。再登録される場合、必ずメール、ヤフーメールか G メールにしていただきたいんですよね。そのどちらかでしたら、どちらもね、どちらも届くいうことは確認できてるんですよ。で、メールによってはね、非常にこうセキュリティが厳しいのがあって、ピンピンとこう跳ねられちゃうんですよね。それだけご注意くださいというのが第一点ですよね。それと今度の日曜日、英検試験がありますよね。それで夜、午後6時から、英検試験の検討会をズームでやりますのでね、試験受けられた方も受けてなかった方も来られましたらね、最新の情報を分かりますよね。どんな試験問題が出て、どういうふうに回答したとか、ここ困ったよとか、そういう話がみんなでできますので、今度の日曜日午後6時ぜひお越しくださいということですよね。メルマガの中に全て細かいこと書いてありますので、そちらをご覧くださいということ。それとね、10月ね、オフ会やります。ちょっと先の話なんですけどね、年2回やってるんですよ。4月と6、10月にやってますのでね、10月日付とかいろいろ、九州と大阪、それから東京ですよね。東京は2日間にわたってやります。であと沖縄と名古屋もやりますけどね、ただ沖縄と名古屋に関してはね、まだ日にちちょっと決まってないんですよね。それ以外の日にちは決まってますので、こうちょっと見ていただきましたら、こういう形で10月、ただし申し込みは9月1日からやりますので、ね、まだ申し込まないでくださいね。一応こういう予定だという、そういうことですよね。それとあと、そういうことがちょっと連絡事項なんですけれども、それとね、今日ねちょっと画面暗いというか後ろ暗いんですけど、これ今ものすごい雨なんですよね。私はここ大阪の枚方というところに住んでるんですけど、豪雨注意報が出ておりまして、避難勧告まで出てくるという、すごい状態ですよね。ちょっと私午前中、スーパーセット行っとったけどね車で行きました。で、車で行ったらね、高速で1号線ね、途中ずーっと冠水してるような場所があって、ちょっと危ないよこんな状態ではというぐらいの、ところがありましたよね。だから場所によってはね、かなりちょっとこう危険なところもあるんじゃないかなと思います。私の住んでるとこはね、最愛高台でありますので、そういう雨の被害というのはないんですよね。その他仮に津波が来たとしても大丈夫なんですよね。以前津波ありました。津波ってここじゃないけどね、遠くで会った時、今やったグーグルマップ見たら標高出てくるでしょ。標高で私確認しましたら、私の住んでるとこ実は標高ね30メートル近くあるんですよね。ですからもう全然問題ない高さあるんですよね。ちなみに枚方市って市街地はね、標高4メートルぐらいしかないんですよね。川のとこはね4メートルぐらいでしょうね。
ですからかなり危ないですよね。まあしかし大阪湾にね、あの津波がどっと押し寄せてくるってちょっと考えにくいですよね。仮に来たとしてもそんな恐ろしいもんじゃないですよね。減殺されてしまいますのでね、湾内ですから、いうことがありました。まあそれちょっと余談ですけれども、それとまああの昨日もちょっとお話ししてたんですけどね、初級者の方からまあ上級者の方までいろいろ来られてるんですけども、特にあの初級者の方ね、あの言いたいのはまず継続してやるってことですよね。ほとんどの方が途中でやめちゃうので、それがもったいないですよね。やはりやるんだったらきっちりとやるということですよね。でそれともう一個はね、簡単に考えた取り付かるのはいいんだけれども、英語のマスターするっていうのは簡単なことではないっていうことなんです。相当の時間と努力を必要とすることだということなんですよね。その覚悟がないと、もう途中で嫌になってすぐやめてしまいますので、その辺はご注意くださいということですよね。で、ただ、まあ、さまざまな英語ビジネスっていうのがあって、そういうところでは、まあ、こういう私みたいなことは言わないんですよね。ちょっと喋りたいんだったら、2、3時間かかりますよとか、普通社会人でも5、6年かかるんですよね。そんなこと絶対言わないんですよね。そんなこと言ったら逃げれちゃいますからね。ほとんどの場合はね、結構おいしいことを言いますので、そういうところで引っかかりますと、お金だけがピッピッピッと消えていくという、そういう事態になりますよね。まあまあ、それでもね、楽しくいいから気分転換になっていいんだという方はおられますけどね、まあ、割り切ってそれでいいというんだったらそれでいいんですけどね、まあ、英語そのものの、上達ということを考えるとね、そういうところではちょっと無理ですよねということと、でさらにもう一個ね、初心者にこの前から、ここの動画では何回か言うてるんですけどね、まあ、ここ上級者も結構おられます。まあ、中級一番ボリュームゾーンで多いのは2級から準1級ぐらいなんですけどね、当然1級以上の方も結構おられます。で、まあ、初級者の方ね、入りにくいとかなんとかそういうことを考える方もいるかもしれませんけれども、大事なのはね、やっぱり上級者と付き合うってことですよね。はっきり言わせていただいてね、そんなまあ、スポーツでもそうでしょう。上手い人と一緒にやるから上手くなるわけだよね。弱っちいチームが弱っちいものだけ集まって弱っちいことやってたらいつまでたっても強くはなれないですよね。スポーツでも全く一緒で、やはり上手い人、上級者の人と一緒になっていろいろやることによって初めて、あ、こういうふうにやればいいんだなとか、結構大きな刺激を受けますしね。また上級者の方は方でね、初級者見てたら、あ、こういうところで間違えるんだなとか、いろんなことは分かりますのでね、これはこれでまた意味があるんですよね。ですから積極的に初級者の場合は上級者と交わるということですよね。低いレベルの者たちで群れないという、これは非常に大事なことですよね。それはね、まあ、群れないというのはね、別に何も英語だけの話じゃなくて、これは人生一般にして言えることですけど、まあ、群れてばっかりおるようなでは人生開けてきませんよね。自分で突破口を開いていくという、そういう力がなかったらね、まあ、英語ももちろんダメだし、人生そのものにももう一ついいものには出会わないですよね。まあ、それをそんなことを思いますよね。で、まあ66歳で大学行った時のからの話なんですけどね、まあ結構ね、私としては良かったですよ。良かったですね。で、どこら辺が良かったかって言われたらね、まあ、はっきり言ってね、まあ、言いにくいけど、そんなレベルの高い大学じゃないよね。そういったらもう分かるよね、言ってる意味ね。そういうところであったとしてもね、設備ものすごいいいですし、先生も非常に熱心だしね。で、外大ですから資料ももうドカッと揃ってるんですよね。で、さらに言いますと、留学生も結構いてましたしね、そういう点ではね、環境は非常に良かったです。ちょっと学生の環境はね、良くないけどね。よくないけど、これ言うと、まあ、怒られる。どうしてもね、ああいう大学ではそうなっちゃうよね。まあ、もうその辺はね、あんまり露骨なこと言えないんだけれども、そういうところですから、まあ、とはいえね、いろんな方との話とかいろんなことしてました。まあ、ちょっとね、写真も若干残ってますので、こんな風になってたんですよ。とかね、まあ、クラスのはこんなんですかね、こんなんもあったんですよね。まあ、こういう中でやってましたんでね、まあ、私としてはね、逆に自分の勉強に集中できましたよね。彼らとのその接点ってほとんどないから、ほとんどないから、それでもこっち向けていけるという、そういう良さはありましたよね。ですから、もちろん卒業してからもね、今もつながりになるっていうのは男子の学生で一人だけおるっていう、それぐらいですよね。まあ、別に友人関係を求めて言ってるわけじゃないんで、まあ、そんなもんだということですよね。まあ
利用的にはね、私入ったのは短大でしたのでね、比較的安かったですよね。通常4年生大学やったら、多分100万円ぐらいは言うと思うんですよね、年間ね。で短大の場合はね、60万から70万円ぐらいの間なんですよね。しかも私は4年間かけて短大を行くというコースを選んでましたから、1年あたり半分でいいんですよね。ですから1ヶ月あたりにしますとね、3万円割ってたと思うんですよね。ですからそのことから考えると、金額から言いますと、コストパフォーマンスとしてはすごく良かったし、まあ自分としてはよくで行って本当に良かったなと思っております。ただね、卒業はしてません。中退です。なんで中退なんて聞かれたら、もう別に私卒業が目的で言ってるわけじゃなくて、英語力さえつけたかっただけのことですからね。もう一級合格してましたしね。そしてあと費用を納めるのもったいないですよね。だって半期で15万か20万ぐらい納めなあかんでしょう。そんなもったいないから、もう目的達成してますから、はい、さようならと言って出て行ったというだけのことですね。まあちょっと利用させていただいたという、そういう感じですね、私としてはね。でまあ利用するとことしては、非常に良かったと思っております。ですから、まあ時々問い合わせとかあるんですよね。社会人の方で、再度大学入りたいとか、あるいは大学行ってなかったんで行ってみたいという方が来られるんですけども、まあ大学によってね、それぞれ入り方が違うと思うんですよね。私が行ったところは社会人枠というそういう設定がありまして、別にいわゆる一般の学生と同じような試験じゃないんですよね。社会人枠の、そこの大学の場合はテーマが与えられて、作文、日本語ですけど、日本語で作文して、であとは面接という、それだけで OK という、かなり緩いものでしたね。まあ、大学によってね、いろんな基準も設けてますので、それぞれの大学で確認されたらいいと思いますよね。ただね、私が行った関係から言って言うのはね、大学のランクってはっきり言ってあるんですけど、A から F まであるんだけれども、まあ、近くにあったという良さはものすごく絶大ですよね。やっぱり遠いところまで、例えば私がここから京都大学なんか行く場合でしたら、ここからやったら1時間半ぐらいかかっちゃうんだよね。1時間ちょっとかかるんですよね。そうなるとね、しんどいですよね。やっぱりそういうことを考えると、自転車で15分で通えたという、このメリットはすごく大きかったですよね。だから大学ランクで選ぶよりも、家から距離で選んだ方が、いいかなと思います。特にもう私らの年代だったら、別にそんなもういわゆる学歴とは全く無関係ですからね。単に自分の趣味で行ってるだけのことですから、そういう観点で選んだらいいんじゃないかなというふうに思いますよね。そんなことを考えましたですよね。これがまあ大学行ってきた時の、ことですよね。まあ割と良かったということですよね。でこの前ね、インタビュー受けました。インタビューって、そうです、大学でもインタビュー受けてるんだよね、私ね、受けてるんですよ。もし見たいっていう方はね、その関西外国語大学のホームページ見ていただいたらね、私のインタビュー動画で、動画も載ってたと思うんだよな、入ってたと思いますよ。インタビュー記事がホームページに載っておりますね。関心のある方は見ていただいたらいいんですけども、ちょっと恥ずかしいから声出すのかっこ悪いからやめておきますわね。まあそんなんで、そういうとこ、やっておりましたですよね。まあその辺がね、まあ面白かったとこかなっていうことで、でまああと、ああ先生、さっきも言いました、雑誌からのインタビューも受けてるんですけども、まあその時このね、いわゆる高齢になってから大学行ってこういうことをやってるということに対して、退職後の生活、生きがいとかなんとかいう、そういう観点からのインタビュー受けてたんですけどね、だからもうね、別にそんな生きがいとか、そんなこといつも感じたことないよね、っていうか考えたこともないよね。私はもう好きでずっとやってきただけのことで、それが生きがいなのかと言われれば生きがい、自分ではそんなこと考えたことも全くありませんけどね。もう好きでやってたら好きで やっただけのことなんで、生きがいかなんかもそんなこと考えたことは全くありません。でそれからよく読者から聞かれるのが、そのモチベーションがどうのこうのとかなんとか言ってくる人いるんだよね。どうもそれがよく分かんないんだよね。そんなモチベーションもクソもなんもないですよね。私なんかもただひたすらやってきた人間だから、そんなこと考える暇もなかったですよね。とかその スランプがどうの、そうインタビューでも聞かれてね、そんなことね、スランプも何もヘタくれもあれへんやね。そのとにかくひたすらやるしかなかったやからね。そうスランプなんて考えてる余裕もないよね。そういう風にしてやってまいりました。今もまたそんな風な形でねやってますのでね、結構もう賑やかに毎日過ごしておりますね。そのインタビューの時に聞かれたんですよ。そんなことしてて奥さんどう言うてるんですか、あなたのやってることって聞かれたんですけどね。そうですね、
まあ好きでやってることで別にね、その悪いことしてるわけじゃないんだからね、テロリストがその爆弾作ってるとかそういう話じゃないから、まあ好きでやっててあんなことやってないから、まあまあまあやったらいいんじゃねえのというぐらいの感じがうちのサイ君の、見方ですよね、そんな感じで見てるということですよね。で、子供はどうなんだって聞かれて、子供の方はね、まあまあおっさん変わっとんなぐらいのもんですよね、子供から見たらね、まあ好きでやっとんねあんなやつちょっとぐらいの感じなんだろうと思いますけれども、まあ若干はね、あの良い面というのは出てきますよね。これはあの、ぜひね、あのまああの奥さんお家の方ね、あの勉強していただいたら、あのまあ子供のにも良い影響っていうのが必ず出てきますよね。あの、私ね、あのまあそういう小さな子を教えるとかそういうことはしたことないけれども、あのまあ私の友人なんかね、大学の先生とかやっとるから、まあ、そういう看板あるじゃないですか、一応大学なんちゃら大学教授って言うてんで、あの自宅で子供を呼んであの教える、だ結構たくさん来るよね。ほんであの結構小遣い線稼ぎまくっとって、でその頃ね話しとったやけどね、まあ、大体こういうとこへ連れてくる、子供連れてくる親って言ったらね、どういうこと、なんでもうこれぶっちゃけ言いますよね、まあ、あのぶっちゃけあのちょっと露骨な話になるけどね、まあ、要するにね、親のアリバイ作りなんだよ。要するに勉強できない子供が、そもそもできたらこんな塾へ連れてけへんねんからね、できたら できないから、ね、連れて行って、ほんでまあ先生のとこ行って入れてやったけどあかんかったという、まあ、そういうアリバイ作りのために親が連れてくる。でそもそもね、カエルの子はカエルなんだよね、うん、あのトンビが高ぶんだりはしませんよね。でだからね、私に言わせたらね、そもそもね、子供を塾にやるんだったらね、親が勉強すればいいんだよ、たったそれだけのことでしょ。親が勉強したら子供やるわけですよ。あの親がそのなんか知らんけど、まあまあ遊んでるのか仕事が忙しいのか、無缶ビール見てプロ野球見とるのか知らんけどね、それで息子あの塾入れとったらええやろというような、この考え方が根本的に間違えてますよね。だいたいそんなに子供に、あのだいたいね、親もできなかったことを子供にさせてできるかって言って、できるわけねえよね。だからその前に親がやれって言いたいですね、私はね。親がやったら子供は嫌でもついてくるんですよね、そういうふうに思います。あのちなみにもうちとこはそうなんでね、特にあの勉強で困ったこととか何もなかったですけどね、それでうまくいきましたですから、だからまあ親がね一生懸命やっていただいたら子供もねついてきますよ。あの子供にガミガミ言う前に自分自身にガミガミやったらどうだと言いたいのが今日の動画でございます。